もう85点です、うん、ああそうですか。その連盟の先輩なんですよ。あ、入ってるんですか。セクシー、そう、98って今言ってる。ヒカルと宇治原の社会へようこそ。いやー、グーニーズの T シャツをね、エイコーちゃんに買ってもらったという。そうなんですよ、エイコーちゃん。エイコーちゃんっていうのは嫁の名前ですけれども、はい、これネバーセイダイって書いてますけどね、なんですか、ちょっと私たちは死なないみたいな、なんですか、決して死ぬなんて言わないでみたいな感じなんなんこれ、ダッセー、来てくんじゃなかったな。グーニーズですよ、令和5年に。僕が子供の頃の映画だよ。いやっていうので、いや、その要はね、映画のね、こういうなんていうのがいくつかこうある中で、見れば見るほどやばいな、これでテレビ出るって。おい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 、そんなことないって。ネバーセイダイって書いてるんですよ。私たちは絶対死なないみたいな。わー、気持ち悪い、気持ち悪い、もう怖い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 。さあ、というわけで前回はシャークさんがね、はい、すごくいい実践内容の V 字回復の出玉メンバーで、出玉メンバー完璧な動画を見せていただきましたけれども、果たして今回はどんな方がどんな実践を見せてくれるんでしょうか、はい、早速見てまいりましょう。 VTR スタートです。おはようございます、わさびでございます。さあ、今回ゲストに呼んでいただいて、シークレットゲストってことなんですけれども、まあ今までのおはようもん、もう85点です、うん、ああそうですか。僕、うん、自分とこのチャンネルで、うん、わさびさん、うちのディレクターの中にいいですよね。あ、そうなんだ。石井ちゃんと、はいはいはい、で、もうずっとうちのチャンネルで一人、うちの一人動画やってる、やってくれてるんですよ。あ、そうなんだ。もう分かります、見なくても。うんうん、ね、もう85点以上です。俺実はわさびさんと絡んだこともそんななくて、トーク番組で何回かあるぐらいで、はい、実践自体はね、見たことほとんどないんですよ。ね、A タイプが多め、多めで、うん、で最近さ、イケメンに戻っちゃって、痩せちゃってね、豚みたいになってたじゃない、2年ぐらい前まで。大痩せして。ただね、A タイプ好きの学び系の人ってさ、うん、もうどうでもいいリーチ目の話とかするじゃん。山子さんのこと言ってますね。浮木さんも牛尾さんも、もちろん面識はね、ありますけれども、ほとんど共演させていただいたこととか、そういったことは確かなかったなという記憶がありましたんで、まあ、意外と絡みのないお二人なんでね、まあ、こういう場所に立たせていただいて、いろいろ知っていただくのはいいのかなと思うんですけど、でもね、あれですよ、他でも例えばその自分の反省とかを語ったりする番組って、なんかね、別に他のチャンネルとかでもあったりするじゃないですか。何かこうそれ以外のものがこう今引っ張り出されたりっていうことはもうほとんどないと思うんで、もしそういうのを見てくださったことがあったとしたら、もう何も面白くないかもしれませんけどね。まあ、だからそこだけがすごい心配なんですけども、まあ実践しながらなんで、まあ、パチスロの話もしながら、パチスロの話はいいか、いや分かんないですけど、まあとにかく頑張って、いろいろと話したいと思いますんで、ぜひ全力でいじっていただければと思います。よろしくお願いします。そつがないね。はい、それでは最初はマイジャグでございます。ですね、オープニング撮ってきた時に、撮ってる間に、まあ、ある程度回るじゃないですか。で、まあ、最初バスタス撮ったんですけど、昨日全力だったっぽいんで、まあ、戻ってきたら、まあ、やっぱジャグラーの方が動いてるなってことで、よかった、バーサスじゃなくて、ここに行ってはということ、うん、悪夢がジャグラーでございます。で、まあ、昨日のデータ見せてもそうなんですけど、なんか結構並びでバーって入れてるのが多そうで、で昨日はアイムにその場所があったんで、で戻ってきた時に、まあ、これ30分ね経ってますから、戻ってきた時にここが一番まだレギュラー固まってついてる列だなと思ったんで、ここの角が空いてたんで、まあ、角からっていうのはちょっとねあれなんですけど、まあでもそれでもまあこっちの方がマシかなということで、でまあ、一応朝から74回転だけ回ってたんで、そっからのスタートになります。前田がやっぱね、中間にこう騙される感しかこうイメージとしてないし、総台数が多いんで、まあ、基本普段は全く打たないんですけど、絞りにくいから。でももし今日もこう並んで入ってるような傾向があってくれたとすれば、
まあ見てて分かりやすいかなっていうことで、何を話すだけ、こういう立ち回りの話じゃないんだよね。まあでも立ち回りは僕にとってはもう自然なことで、パチスロ始めたきっかけみたいのも、あの周りのね友人がパチスロで勝ってるから、どんならパチスロなら勝てるの、パチスロ勝てるのかっていうことで、まあ1年間だいたいこうなんていうの、人が打ってるのを見続けて、あこれは確かに理にかなってるなと思ったんで、まあ始めたっていうのがきっかけなんで、まあ最初からこう遊び打ちみたいのはあんまり考えたことないですね、今に至るまで。そうなんですよね、だから遊び打ちをすることはあるっちゃあったんですけど、昔もただこう月の収支がある一定に到達したらラスト2日だけはなんか打ちたいの打っていいよみたいな、でまあそういうルールでやってて、そうで昔はね、パチスロにで勝つことにもパチスロにも興味があったからさ、こんな台打ってみたいなとか、特にまあ大体は新台じゃなくて昔の台がこう打ってみたくなって、そういう風に打つことも楽しかったけど、今はもうね全く興味がないんでね、特に AT 機とかは。いやマジでもうびっくりするぐらい興味ないですよ。下手したらお二方より興味ない可能性もあります。ここまでですね、はい、まあ、筋肉マンとかね、やっぱ世代だから、そういう意味ではね、あーちょっとスマスロとかアロマみたいな、ドーズマみたいな、ロビーマスクみたいな思いますけど、そうで、まあこんな仕事しててさ、それでいいのかなとか思ったりしますけど、僕おとといバーサスの設定5を打ってたんですけど、それもなんか前代だったんで、まあ打ててたんですけど、同じくその日鬼武者が前代だったんですよ。一番最初に5、6角出た人が投資10万ですよ、ね、やだそんなの。しかもまあ店の傾向的に6なんですよ、全5、6じゃなくて全6なんです。で最終データを見たんですけど1台しか買ってなかった。やだよそんな台、勝つこと目的として打ってるのに。っていうのが重なっていくうちにだんだん本当に全く興味なくなりましたね。気づいたらもう何もただのノーマルおじさんになっちゃった。ただジャグラーは毎週はやんないけどね僕は、うん、ハッピーとか、まあ、ゴージャグとか、ゴージャグ守ってないけど台数が少なめのジャグラーか、まあ、花ですよね。まあ、花はもう本当全力で好きなんで、お二人と一緒だと思う。もう花さえあればもう花の番組だけあればいいよ。花打つ番組だけあればもういい。いくらでも喋ってない。花にお詳しいお二人行きたいですけど、この間ね僕ビッグ終了後1ゲーム目にフリーズせずにビッグ引いたんですよ。はいはい。マレーで、なんかちょっとよく花打つ人はこれ風の噂というか、あくまで噂範囲らしいんですけどっていう話で。ビッグ終了後、まあ、ボーナス終了後でもいいのかな、1ゲーム連でビッグ引いたときに大体フリーズするじゃん。フリーズがしなかったらすんげえ5、6の可能性が上がるらしいですよ。うん、本当かなと思って。でも、まあ、僕そんなに打ってたの多分5、6だったんですけど、でそれが出たんで、後でそういえばあの時そうだったなっていう感じだったんですけど、その興味だけで僕のエンディングまでつないでいただければもうそれでいいです。そうだ、まあスロットの入りはそんな感じで、まあ、それが20、21ぐらいの時ですか。まあ、それまでは僕は浪人たくさんしてたんで、まあ太郎しながら毎日雀荘行って、そうなんです、まあ、そこで得たもので生活してました。初めて行ったのが高田馬場の、まあ、安い雀荘で、そこで国士打って初めてフリー行った日にアウト切りました。アウト切ったって言葉はおはようもん、はい、
ご説明願います。いや、アウト切ったって言葉は、うん、ググってください。あ、なるほどね。ここで言えばいい。ここでは言わない言えないことなんだよ。アウト、あの、なんていうの、まあ、同じ言葉でもさ、はい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 、業界によっていろいろあるじゃない。例えば野球界でアウトっつったらアウト。あ、そうですね。だからパチンコ界でアウトって言ったら、うん、どっちだっけ、まあ、インマイ出たイン枚数、イン枚数のことアウトっていうね、はい、で出た枚数セーフっていうんだけど、はい、で麻雀業界でアウトっていうと違う意味になるんですね。これがまた面白いね面白いね、こういうの。麻雀で言うと、はい、僕日本プロ麻雀連盟っていうところに今所属してます、はい、その連盟の先輩なんですよ。あ、入ってるんですか。今この後話出るかどうか分かんないけど、はい、今席があるのかないのか正直分かんないです、はい、ただ僕が入る何年も前に、はい、下手したら10年ぐらい前かな、はあはあ、もう連盟員でプロ雀士としてやってました。リーグ戦出てたはずです。はい、それ知らなかった。そういう話はちゃんと聞いてるんで、今どうかちょっと分かんないんで、後で多分話出してくれると思うんだけどな。そこまでやってたんですか。そうなの、そうなの。実は実は大先輩なんですよ。なるほど、なるほど、うん。そこで国士打って初めてフリー行った日にアウト切りましたいいよお兄ちゃん、また来なって言われてすいませんっつって金借りて次の日行きましたよ返し馬台ね、馬台で、また打って、その時は勝ったんだよな。でまあそんな中で、まあ、麻雀よりスロットの方が勝てるよなっていう流れがあって、まあ、スロットしかやんなくなってから麻雀はほぼ一切やんなくなって、ただやっぱスロット毎日打たなきゃいけないから、毎日それで時間が潰れていく中でもやっぱまあスロット、あ、じゃあ、まあ、麻雀すごい好きだったんで、ちょっと30歳ぐらいだったかな、そのぐらいの時に日本プロ麻雀連盟を、まあ、受けてみる、まあ、記念受験じゃないけど先輩、まあ、浮かんだろうみたいな、ちょっと軽い気持ちはあります。26期かな、僕多分忘れちゃったんだけど、多分26期だと思います。でまあリーグ戦1回出て、あ、出てから1回目で昇級して、うん、2回目でどうなったかな覚えてないんだけど、なんかやっぱ他にもそうだと思うんですけど、仕事がやっぱ来店とかの仕事で土日が多いじゃないですか。でまあその土日に普段働いてる方のために土日にリーグ戦があることが多くて、どうしても仕事と被るんですよね、うん、ただまあ生活第一優先だから、うん、やっぱ仕事を行くようにほぼ優先するわけです。で優先するとリーグ戦ってマイナス30ポイントかな、うん、僕は食らうんで、どうしたって高級しますよね。あ、そういうこと。高級してなんかずるずるっといって、まあ結果自然と離れちゃった感じですね。仕事が落ち着いてきたらなんか戻りたいなとかって思ったりはもう全然今もしてますけど、まあでもやっぱり仕事優先なのかな、優先すべきことはこっちなのかなっていう感じでずっと人生生きてる。かわいそうなやつ。これね、今初めてその入ったきっかけと、なんかずるずる高級してまあ離れるきっかけを聞いたんですけど、僕もね、その日本プロ麻雀連盟に入る前、はい、5年間最高位戦日本プロ麻雀協会っていう団体に5年間在籍して、その後移籍して連盟に入ったんですよ、はいはいはい、で最高位戦入るきっかけが、まあ、10代20代から憧れてたプロ雀士になりたいっていうのと、はい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 、あと今から2年ぐらい前かな、うん、そろそろこう年齢的にも業界的にもホールが徐々に減ってき始めてる時期だったんで、そろそろこっちの業界の仕事も減ってくるだろう。で現役で俺やることが雑誌もこう落ちてきてる頃だし、あの現なんつうんだろう、こっちの仕事じゃなくてちょっと空くかなみたいな、暇になるだろう、じゃあやっぱ夢諦めきれないからプロ、麻雀プロの世界に入ろうって思って受験したんですよ、最高位戦を。それきっかけなのに、結局十数年経った今、なんなら前、当時よりも忙しくなってて、はいはいはい、あれみたいな感じがあって今、はいはいはい、で、わさび君言ってた通り、土日がね、うん、そのリーグ戦なんですよ。
はい、まあ、連盟の場合は月の第一土日っていう決まってるから、スケジュール組みやすいんだけど、うん、最高位戦の時はね結構ランダムだったんで、うん、そのリーグ戦のスケジュールが出るまでこっちの仕事が決めらんないとか、うん、いろいろこうややこしいスケジュール調整があって大変だったんです、はい、今も結構大変で、5月なんかね土日は俺結構あのゴールデンウィークあるじゃないですか、はいはいはい、その辺込みで、特殊な縦断戦っていうタイトル戦があってさ、はいはいはい、それはさ勝ち上がると次の週まで打たなきゃいけないの、はい、で次勝ったらその次の日曜みたいな順繰り順繰りで、はい、あの抑えなきゃいけないから、俺今のそうかキープはしとかなきゃいけないのか、今の時点で2024年の5月のスケジュール、はい、土日9割方×にしてます。そっちを優先して、柔軟戦にもし勝った時のために、はい、柔軟戦だけはこう出たいっていうふうに毎年思ってて出させてもらってんだけど、でほとんど負けるわけ、はい、2分の1でしかこう勝ち上がれないトーナメントだから、はい、どっかで負けるんだけど、はい、たまにこう5回連続で勝ったりするわけ、はい、したらこう5日間じゃないな、3日間ぐらいこう先が抑えられる、はい、抑えなきゃいけない状況になってさ、そのスケジュール調整がね未だにやっぱ大変です。まあ、この業界やりながらは難しいで、うん、ちょっとすいません、これもうこの際だからちょっと聞きたいというか、うん、逆に意見したいんですけど、はいはいはい、バージョンプロっていうじゃないですか、うんうん、で仕事生活優先するための話なんですか。はい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 、はい、来ました来ました、はい、プロじゃねえのって思うけど、そこね、だってプロって僕の認識は、うん、何でもそうだけど、うん、それをじゃあ麻雀だったら麻雀、うん、野球なら野球サッカー、それをなりわいとしてるからプロって言えるのがあって、給料がもらえる、それで食える、食ってるっていうのがプロだよね。で、なんだったら他の収入に依存しているプロって、うん、それプロじゃねえじゃんって思っちゃう。ってなるじゃん、うん、正解です。麻雀プロっていうのは、はい、言葉をまあ選ばずに言うと、はい、厳密にはプロじゃないです、うん、で、ね、日本に今2500人ぐらい、はい、麻雀プロですっていう名乗ってる僕みたいな人もいれば、はい、まあ、あの麻雀界だけでやってる人もいるんだけど、2500人中、プロとして稼いでる人は、はい、100人いるかいないかじゃないかと。だからその100人いるかいないかの人がプロだというのはまあ分かるんですよ、うんうんうん、それで生きてるわけだから、うんうんうん、生活してるわけだから、うんうん、じゃないのにプロっていう人2500人いて、まして2400人飯食えてないと、うん、それ麻雀業界的にプロっていう言葉をちょっと安売りしすぎじゃない。でも、うん、それは麻雀店で働いているプロもめちゃくちゃ多いです。何百人もいて、その人たちはその麻雀店のお給料で生活してるんで、はい、大きい意味では麻雀で食べてる、それって言えなくはないです。それ、うん、変な話、パチンコ屋の店員やっててパチプロって言ってるのと同じことになっちゃいますね。めちゃくちゃ近いです。だからそれにそういうことなのかそれにちょっと近いけど、はい、まあその一般の人が麻雀業界知らない人が、はい、一番最初に疑問に思うことってそれなんだよね。そうだから、うん、そう、まず、まあ、今ちょっと話聞いてね、うん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 、プロってそういうことじゃねえよなってやっぱ思っちゃいますよね。不思議なもんでね。でも逆に僕が仮にその立場だったら、うん、麻雀プロなんて恥ずかしくて言わないと思うんだよ。そこなのよ、そこがなんつうんだろう、そのまっとうな感覚の人ってそうなのよ、はい、麻雀プロってなるんだけど、その麻雀界に憧れてるとか麻雀プロの方が好きで青春を送った人って、はいはいはい、プロって言いたいわけ。そのワードにやっぱもうもちろん、あ、憧れがある。そこにも憧れ、ロマンがあってさ、僕なんか麻雀すげえ好きで、なんで好きかっていうと麻雀が好きなんじゃなくて麻雀プロが好きなのね、はい、なんで好きかっていうと、はっきり言って遊んでるだけなんですよ。パチプロもそうです、はいはい、パチプロも麻雀プロも、まあ、客観的に見たらね、そう、まあ、それはパチンコ打ってるだけ。将棋のプロもぶっちゃけそうです、うん、だって駒使って遊んでるだけじゃん。まあね、一体やってること自体はやってること自体は遊びなんですよ、うん、野球とかもそうかな、下手したら。まあ延長線上といえば延長線上かもしれない。ボールとなんか木の棒みたいなの持って、うん、わーとかってやってるだけ遊びなのよ、うん、
ただスポーツでも、ね、スポーツに関してだけ言うと、うん、ちょっと異論がありますけど、ああ分かりますよ、あくまでもエンターテインメントの分かりますよ、分かりますよ、報告がついてるから、ちょっと待ってそれならあの、うん、俺も反論する、はい、マージャンもエンターテインメントだよと、だからっていうのでプロだという言い分なのであれば分かるんですけど、うんうん、ただスポーツ選手のプロの場合はちゃんとそれが経済基盤となって、だから仕事として認められるけど、マージャンプロの場合は、ね、生活できないのに、うん、っていうのはなんかちょっとどう解釈したいのかなって言ったら、要は定義の問題です。そう。俺だってマージャン業界のギャラ、うん、年収の 0.5% とかですよ。でしょ、うん、そうだからそのマージャンプロに限ってだけ、うん、そのプロフェッショナルの定義がちょっと他の不思議なんだよ、ね、あれと違うってことでしょ、ね、そう、違うのよね。うん、っていうことなのか。プロ団体に所属してる人がプロなんですよね、現状は。団体に所属してる、まあ大きい5団体があるんだけど、はい、その5団体のどれかに所属している人が、まあ、日本国内においては麻雀プロって名乗っていい。じゃあ極論ですけど、麻雀を打って得られる得ている収入ゼロでも協会に所属していたらプロ。そうですよ、それが僕です。でもこれ多少なからずあるじゃないですか、麻雀にまつわるお仕事。あ、まつわるお仕事、ね、そう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 、そうゼロ、ゼロでもいいの。なるほどね。そういうことなんです。そういうことなんだ。わさび君は土日がね、はい、来店バブルの時期だと思うんだけど、うん、もう仕事で埋まっちゃってリーグ戦出れない、うん、出たいけど出れないってなったら、はい、出ない時点でもうマイナス20とか30バーンって無条件で減らされちゃって、そうなると高級するよねっていうね、はい、そういう話でございます。なるほど。じゃあもっとギャラをいっぱい出してくれて、そのスケジュールを麻雀の方で優先的にキープできれば、できれば、そうそうそう、プロとして、まあ一般的な認識でいうプロとして活動できるんだけど、うん、なかなかそうもいかないという、いかない、本当に食えてる人は一握りだということを認識してほしい。なるほど、なるほど、はい、留飲が下がりました。そうね、麻雀プロはだからやりたいですよ、今でも。だ今あれですよ、こう見えて日本プロ麻雀連盟でチャンネルでやってる A2 以外以上の対局は全部見てます、俺と一緒、全部見てると思う、うん、多分、まあ、ちょっと寝押したりとかするときあるけど。そうなんだ。 M リーグとか見てないですけど、うん、今は一緒、最初は見てたけど見切れないんですよね。見切れない。ブドウも良くなくなったら急にこの2、3000円で全然揃わなかった。ダメかね。ちょっと周り見てきていいですか。おお。じゃあちょっと、7000円使ったところで移動しました。いや、やばいやばい、まあ、過去ね、他に目立ってすごく良さそうなんで、ございましたよ、ございました。ちょっと岩木実践が、やばいですが、まあ、昨日明らかに全6か全5、6なんで、うん、まあね、28の24、強く設定狙えるものではないかもしれないんだけど、ちょっとやることがなかった。そうね、麻雀の話か。まあ最近で言えばあれですよね、長年の相方でもあるコロリさんも、うん、麻雀プロになって、はい、楽しそうに生活してます、うん、仕事はって言ったら全然やってないみたいな、いいなで、まあそんなことであれですね、麻雀はとりあえず一旦グッと我慢して、若い頃で、まあその後まあスロープみたいになるわけですけどでまあそれもちょっとね、スロープみたいなの続けてる時に、まあさすがにこのままじゃまずいんじゃねえかなっていうことで、まあ出版というか、ヘンプロか、スロットのヘンプロに入る。まあ、一応ライターとして入ったんだけど、まあ、やってることが編集のようなもんで、ページ作ったり写真貼ったり、そういう作業がメインでしたね。今はもう随分やれなくなって久しいから分かんないけど、どっちかは感覚は分かんないんですけど、僕はページ作ってる仕事の方がこう出役より好きでしたね。やっぱ似てんだな。でも逆に言えば今あれですね、全然興味のない AT 機のページ作るかと思うとちょっとゾッとしますけどね。ゾッとする 今だったら。僕そういえば後ろさんと初めて会ったのは、ちょっと覚えてるか分かんないんですけど、僕はその一番最初に仕事を始めた雑誌が
必勝バチスロファンっていう雑誌だったんですけど、佐々木さんとかいるとかまだその雑誌にいた頃にあれですね、あの上野の居酒屋だったと思うんですけど、で、あの僕の先輩だの、あの佐々木誠さん、あとアレス・ジョーさんの先輩だったギルビーさん、ギルビーと4人でね、飲んだことある、よく覚えてんな多分ショーさんと僕は年齢あんまり変わらないと思うんですけど、ショーさんもほら、ショーに入られた時からスターでしたからね、うん、僕なんかのことは覚えてないかもしれませんが、そうそう、それの記憶が一回ありますね。あとはご一緒したことあったかな、ない気がしますが、ね、あの牛さんのところのチャンネルにはあの毎月お世話になってます。へー、はい、そういうこと、毎月以上にお世話になってます。いいな、沖さんはあの小市さんとやられてる人々とか番組あるじゃないですか、なんか呼んでもらうやつ、あれで呼んでいただいたことがあるのと、あとはあれですね、実はこう見えて何度も新幹線でお見かけしたことはあるんですけど、話しかけるつらいオーラがすごい、正解、俺すごかった、話しかけなくてよかった。あとそうだ、あの奥さんはどこだったっけな、あれどこの空港だったかな、千歳だったかな、かなんかで次のビームが来るのを待ってた時に、奥さんがその機内、機内じゃない、あの呼び出しの放送で呼び出されてると聞いたことある。あった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 、もう出発しますよ、早く来てくださいって呼び出したと。そう、はい、奥さんはそうですもんね、そうそうそう、いつも最後だもんね、最後で。 あとあれですよね、同じホールで収録がこう被った時にこう話してくださったこととかもありましたね。いや本当そうですよね、このぐらいしか2人とも面識はないですから。平天くんさんは、あ、ごめんなさい、平天くんさんは何、1回しか当たらなかったの？え、だって4時まで打ったんでしょ。平天くんさんはね、あれですよ、僕あの結構古い付き合いで、なんなら平天くんさんになる前、平天くんさんになる前の前から知り合いですから。今んとこ当たってないね。平くんもともとピーマートの社員だったんで、で、あの、あ、雑誌の仕事がなくなって、ちょっとなんか嫌な匂いしてきたかもしれない。また専業みたいに戻ったときに、まあ、ピーマートさんが仕事くれて、で、まあ、それでよくお仕事させてもらってたんですけど、その時にね、あの編集で働かれてたのが平天くんでした。で、僕より年上なんですけど、よく仲良くさせてもらってよく飲み行ったりもしましたけど、ストレスないわ、ストレスない、平天くんで、えいえいってやる、あの普段からやっぱこういう感じなんですよ。ただまあいつももっと大のこと喋ってる、はいはいはい、やり始めた頃に僕もたまに、まあ、なんか B 天くんっつって、一応わさびって名前変わんなかったけど、 B 天くんもよく出てたんだ。やべえなマジで。そうなんだ、こっちもちょっとその辺がもう若干心配になってきてるよな。全然あれなんですよね。お、お、これ来たんじゃないか。面白い話なんか出てこないよ俺。来たか。窓だな。これ当たるな。これ当たったな。あ、滑ってたな。ほら。やっと当たった。レギュラー。あー、窓、ま、レギュラーかよー。うわー、きちやっと当たったのに、何本使ったの、18本使いました。向こうと合わせて、やべえな、バーサスに8番負けあるぞこれ。やばいね、やばいな、やばいね、そつなく目押しするね、目押しが早い。え、これ中押しだけ、中リングだけだよね、中の、だから赤段の目にビタ押ししないといけない。ビタじゃないでしょ、ビタも見たもん、見たって見た、ほんとこっちでもいいの、こっちでもいい、
え、ビタじゃないでしょ。ビタ、ビタ、ビタ。中から落ちてくる。ほんと？あれ？ほら、ミスってんじゃん。やばいよね。なんだよ。18本使って、やばいよね。聞いたのがミスだって、やば。なんだよ、ミスってんじゃん、最後。これ。プロとしてどうなの？プロとしてね。その辺のちょっと甘さが、ね、甘さ、要は舐められてる。舐められてるんだな。舐められてる、この番組。いや、でもね、本当に普通にぼやーって見れるね。そう、だから、これ、その要は前回、尺島先生がですね、シャックさんがさ、あの、要はパチンコ、こんななってたからさ、もう。で、プラス、その、要は僕もどっちかっていうと、わさび、さん寄りなんですけど、うんうんうん、まあ、場合によってはね、そのもちろんそのバッとなったりすることもあるけど、うんうんうん、基本的には僕も淡々と打ちたいんですよね、うん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 、とかでやっぱっていう人の方の動画の方がやっぱ落ち着いて見れるというか、え、俺もそうだよ、淡々とやりたいんだよ。分かる分かる、できん、なんかダメなだけで、うん、本当は淡々とやりたいんだよ。そうそうそう、仕事、そうそうそう、もう理想形なんですよ、僕の理想形ですね、ある意味、うんうん、そう、だから、まあ、沖さんもそうだし、わさびさんもそうだし、あとはそれこそ、あの、一人宇宙前人ウイチさんとかもだと思うし、うんうんうん、例えば、じゃあ、しんのすけさんみたいなタイプのは、いや、いいやつはいいんですよ、うん。なんだけど、やっぱ、なんだろう、日常的に見るには、ちょっと疲れるみたいなね。そうでしょ、うん、毎日ステーキは、ちょっとね、セクシーそう。うわ、8って言えばいい。そう、月1だったらいいんですよ、うん。あとはこの余生をどう過ごそうかというような、うんうん、我々にとってはちょっとむしろ毒でしかないんじゃないかと。そうだよね、脂っこすぎるもんね、はいはい、逆にね、疲れちゃうっていう。いやいいわ、わさびさん。そう、いや僕はあの本当このテンションでラジオ聞いてるみたいな感じで、ね、やってもらえると非常に助かるという。めちゃくちゃ心地いいんで、そう、はい、ということで、はい、次回どんな機種で、はい、どんな出玉を見せてくれるんでしょうか。いや、このまま終わらないですよ、ね、終わらないと思います、わさびさんが言ってでございます、はい。それではまた次週お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。収支管理アプリ TMoney 登場。 TMoney には誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さん、ダウンロードお願いします。